7月20日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩二の OK、ケージーアップ。 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です七、えー、月二十日あのー、うちの息子は あ小学校3年生、8歳なんですが、えー、今日が終業式だったんですよね。あした、終業式が金曜日までやってかなというふうふに思ったんですが、うん、まあ20日あたりで終業式ってところは多いようで、うんえー、ありました。 でえー、だからね、えー、今日また大きな荷物持ったりとかしてそ、ね、え帰ってくる人も多いんだろうなと、まあ、確かにここ数日、街の中見てるとですね、えー、お子さんがこう大きな手提げ袋かなんか持って、うん、あこれはお道具箱が入ってるんだろうなとか、うん、あるいはもうあのそれだけじゃ足んなくてですねそう親御さんを、ね、<う>え連れて <laughs>、えー、で親御さんが鉢植え持ってたりとか。のの持って、ね、そうなのよあの 私も子供が小学校1年生の時かな、あのー、子供は持って帰ることができないんで、うんえー、親御さんがあどっかのタイミングで学校に来て鉢植えを持って帰ってくださいね <laughs> いつ行ったらいいんだよこれみたいな、ねうんえー、ことがあった覚えがあってあやっぱりこうね、えー、なんというか、えー、昔ながらのです、ねえー、システムのまんまで、えー、この学校っちゅうものは動いてるんだなとなんかこういうところに、えー、小1の壁っていうのを、ね、まざまざ 感じさせられるようなね、えー、ところがあったりなんかしましたけどまあまあまあ、あのー、夏の風物詩とかねいやっていうかまああのー、こ昨日もねあのそんなニュースがありましたけれども。 えー、子育て対策でいろんなことやるんだっていうねうん、うん、なんか、あのー、お若い人たちを子育て家庭に招いて話聞くだとかイベントするだとかいやあのもうちょっと見くるなこういうところ変えてくんないと共働きだと本当につらいんですけどみたいなところは、ね、まあやっぱりそれは見えてねえよなこの人たちみんな政治に全力投球で子育てなんかほとんどやってねえもんなということは非常に思ったりなんかもいたしますがまあ,あ何にせよですね、えー、今日が終業式で明日からもうお夏休みだよ っていいいう人もね、えー、多いと思いますあの夏休みっぽいニュースがいろいろ出てくるなと特に社会面なんか見るとね、えー、あとツイッターのタイムラインなんか見ててもですね、えー、新幹線はうん子供も連れ専用車両みたいなものをこう、ね、売り出していてここだったらお子さんが泣いても大丈夫ですよっていうのね、えー、ここのところ数年そんな。あ 新幹線を出すなんていうのが出てきてますけれどもまあ新幹線といえばねさっき、上ちゃんも新聞の記事紹介でもやってましたけれども JR 東海のアンビシャスジャパンがいよいよ今日までだよっていうのがね出てきていて20年間これが現役だったということなんですがちょうどだからね、私2003年とか2年とかそのぐらいからスタートしてるんでえそうすると私 多分ね就職活動をしていた時期っていうのがまさにこのアンビシャスジャパンが流れて流れ始めた時期と、えー、被るわけですよだからあのー、まあ私の時代は氷河期世代の一番最後の方なんで、えー、就職活動って言うともう苦しくて苦しくてしょうがないとで特にこうね、えー、アナウンサーを目指すなんて言うともう 日本各地にそうですね地方局もね含めてあちこちあるんでそうするとお東京の局をですねもう、まあ、あっという間にこれ玉砕すするわけですよ早いですしね東京の局は早くてさ大学3年生の10月にはそうそうテレビ朝日が最初に内定が出てみたいな感じでむちゃくちゃに早かったんでそれが終わるとですねもうお地方案件に出かけていくということで、まあ、新幹線にもよくう乗ってですねで、えー、そうすると 確かに新大阪とか京都名古屋近づくとアンビシャスやパンが流れてきておおもう支度しなきゃななんていうねだからもうなんかあの時に不安に駆られながらあ車窓をぼーっと眺めていたとかあるいはあのー、当時携帯はもう持ってたんでそうすると、あのー、内定するにせよあ次の試験に進むにせよ進まないにせよです、ねえー、携帯に連絡が来るとでそれがたまたま新幹線乗ってる時とかに連絡が来ちゃっておお大丈夫かこれ デッキに一緒、あの急いで行くんだけど、うん、トンネル近づいてきたけど、これ切れちゃうかな、大丈夫かな。ね、無<事>そう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 。無事 ドキドキしながら、ね、<laughs> やってたのなんていうのも含めて、はいえー、そしてその後会社に入ってからも、まあ、出張っていうとね、うん、え東海道新幹線使うことも多くてこの音を聞きながらなんかやっぱり同じように不安に駆られながらですね「大丈夫かな出張先なんか忘れ物してねえかな?」とかいろんなことを思いながら、えー、乗ってたのを思い出しますけれどもね、うん、いよいよお次の曲にバトンを渡していくんだと、うん、ねえー、確かに、えー、この新幹線をまつわるうーあ PR のね 昔のシンデレラエクスプレスとかその辺から始まってはいろいろこう時代を彩っていくよなと。 まあ、きっとねあの今は寂しいんですけど新しい UA さんの曲にもですね、えー、そのうち何にもなかったように慣れてきてで、えー、それでまたいそいそと支度をする自分がいるんだなと思うとね、えー、新幹線久しぶりにこの夏休みで使うよっていう機会のある方も多いと思いますけれどもちょっと耳をそば立ててみるとあ昔とちょっと違うんだなっていうことがね、えー、いろいろ出てくるかもしれません。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスターのあなた。コメンテーター、私、羅真行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メディア・ツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者・飯田康幸さんです。 えー、この後6時半水からご登場です取り上げるニュースまずは中東3カ国歴訪から総理が帰国したというニュース、えー、そして、マーケットの情報、まあ、ちょっと、ねえー、円安にまた触れているということもございます。えー、そして えー、マイナンバー問題で個人情報保護委員会がデジタル庁に立ち入り検査をしたというニュースが入ってきています、えー、おはようニュースネットワークのゾーンはまずは東北の豪雨秋田県知事が国交省などを訪問し激甚災害指定要求へというニュース、えー、そしてアメリカケリー大統領特使が中国副主席と会談をしました、えー、キーワード東京の5つの選挙区の立候補予定者あ今まで決まっていなかったところ自民党が昨日発表しております、えー、そして6月 6月の訪日外国人客数207万人ということで、えー、上半期で合わせると1000万人を突破してきたというニュースです。 六時二十一分ですここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面トップはバラバラというところであります朝日新聞、えー、デジ庁に立ち入り個人情報保護イマイナー管理検査ということで一面トップから展開と、まあ、後ほど、えー、これに関しては今日のコメンテーター井田康之さんと取り上げてまいりますねはい えー、それから読売新聞は NPO 法人の無許可臓器あっについて、まあ、これ、えー、ずっとですね、えー、読売はあ当初からあ速報を出してという感じで、えー、走っておりますが、えー、臓器あっトルコ人仲介者を捜査現地当局、えー、売買関与の疑いということでもともとこの、ねえー、臓器あっせ現場となっていたのは、まあ、中央アジアの国々であるとかあるいは、えー、東ヨーロッパ の国々というところでありましたけれども、えーまあ、ブローカーと呼んでいいのかどうなのか、まあ、仲介者として、えー、トルコの 男性というところが浮上したようでトルコ当局が一時拘束に捜査継続中だということが出てきておりますそれから毎日新聞 AI 兵器禁止国際枠組みということで国連の安全保障理事会が18日人工知能 AI に関する初の公開会合を開いたということを一面トップで報じています、えー、サブの見出しには国連総長26年までにと、えー、ルール作り急務というふうに書いておりますまあ AI をどう使っていくのかであるとかこの自動化というところ、まあ、自立型兵器に関してということでありますが、まあ、これルール作りを作ろうよという国がある一方 一方で、えーまあ、中国などは一部の国があこの技術を独占しようとするような、えー、行為であるということを批判しておりますけれども、まあ、その中国もエア兵器にはかなり金を注ぎ込んでいると、えー、いうことがあって、まあ、ここの覇権争いというような面もあったりもするようであります。 えー、それから産経は奨学金、企業肩代わり拡大人材獲得へ激化背景ということで奨、まあ、学金、日本の場合は貸与が非常に多いということで、まあ、い,いわゆるもう学生ローンじゃないかという,ような、えー、指摘もあるんですが、えー、これを本人に代わって、えー 社員の奨学金を返済する支援制度を設ける企業が増加しているとまあ人手不足がこういうところにも影響をしているということでありますがまあ待遇改善という意味では、えー、いいんではないかというふうに思うところであります、えー、それから気になるニュースですが各種国際面などで報じておりますけれども韓国のユンソンによる大統領、えー、今韓国に戦略厳選が起行しておりますけれどもここの内部を視察したということが出て おりますえー、韓国の大統領としては初めての視察だということでありますが。まああ 読売新聞国際面ユン、えー、氏、北の核に警告挑発なら政権終末アメリカ厳選を視察ということで厳選、まあ、というのはもう機密の塊特に戦略厳選はとこういうことなんで、まあ、ここに、えー、視察をするということでうん、まあ、米韓の間でかなりいい機微に触れるような情報も含めてやり取りをしているということを、まあ、内外にアピールすると、まあ、この厳選の機構に関しては昨日もここで申し上げましたけれどもそれそのものがあー um 何か戦略的なあるいはあ軍事的な安全保障的な意味があるというよりは、えー、むしろこれだけ緊密に米韓が連携しているんだというのを北朝鮮であるとかあるいはあ中国に対して見せるということがとても重要なんだとでじゃあ、翻って日本はというところになりますがもちろんこの安全保障に関して拡大抑止に関する会議というのは非常に、えー、日本は昔から活発にやっているということそして、えー、先週、五六強さんが指摘をしていましたけれども えー、この会議の様子について、えー、写真入りで、えー、誰が出席していたのかであるとかも含めて、えー、つまびらかにするということ、まあ、昔であればあ機密のベールにー包まれてなかなか考えられなかったことなんですが、まあ、ここまで、えー、突っ込んだ議論をしているんだよということを見せることによってむしろ日本の人たちに対して安心感を与えようというのがアメリカの意図でもあるということを解説されていました、まあ、そういった部分というのは、まあ、日本もやっているわけですけれどもじゃあこの戦略厳選が日本に寄港できるか ということとになると、えー、これは、えー、日本国内の世論であるとかあるいは、えー、戦略源泉は、まあ、あ積んでるか積んでないかは当然ながらアメリカは明らかにしませんけれども、えー、機能としてはあ海の中から、えー、核を搭載した国 大陸間弾道ミサイルまあ SLBM と呼ばれるものを発射する能力があるというわけでありますのでじゃあ、比較三原則とかまあそういうことをですね、えー、になってくるううところですけれどもまあそういったあ戦後すぐにできた縛りというものがかえって、えー、日本の国内の世論を疑心暗鬼にさせたりであるとかあるいは、えー、日本にはそういった縛りがあるから日米のお 連携というものにはある一定程度の制限がかかるんであろうであるとか、えー、あるいはあ日米のおここにい、まあ、感激をつくことができるんじゃないかみたいな、えー、想像させることそのものが抑止力にとってはあ非常にまずい状態になるとういうことを考えるとですね、まあ、あ韓国はこうしてやっていることをじゃあなぜ日本はできないんだろうかとこういうようなことだって議論としては上がってきてもおかしくはないんじゃないかと思います。効果になるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝明治大学教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますよろしくお願いしますまずはあ岸田総理の一連のお海外出 中東三カ国で飛行から昨日帰国してまいりました。はい、まあ中東サウジアラビア UAE そしてカタールとね三カ国回ってきましたけれども。うん、はい。えー、まあ日本のエネルギー政策を考えるとですね。はい、ええー、二重の意味で中東依存えが高まっている状態です。一つはあ福島第一原子力発電所の事故以来ですね。はい、原子力発電が止まっている。う,ん,うん。そうすると一時エネルギー もともと一番ベースになるエネルギーというのを石油、うん、そして天然ガスに頼らざるを得ないんですね。はい、ということで、えー、中東の依存度が上がっていたところにですね、うん、将来的には、えー、サハリン、えー、2の計画でロシアから供給する。 っていうのを目指してたんですが、うん、これもウクライナ問題で完全に頓挫した。はいえー、この状況で今非常にまあ1970年代ばりに、はい、エネルギーの中東依存が進んでいます。うん、だからこそ、うんえー、まあの中東との外交関係重要なんですけれども、はい、これ。 もともとを正すとですね、まあ、ロシアはもうしょうがないですよ。日本においてこのエネルギーの石油天然ガス依存というのをどうやって、まあ、あ落ち着かせていくか、えーまあ、例えば再生可能エネルギー、そして原子力、はいうん、でもちろん石油天然ガスというしっかり3本の足で立つようにしないと、これね、 中東との関係強化ではなくて、はい、中東に依存しっぱなしになってしまってはこれ、交渉ならないわけですよねうんまあかといってね、アメリカからじゃあシェールガス持ってくるかっていうと、これもなかなか難しいわけですよね。 まあそうなると、次世代エネルギーだとか、あるいは蓄電池が相当いいものが出てくるまでの間っていうのは、これ、なんとかバランス取る以外に方法がないですね、はい、もちろんこれは原子力なんです、この原子力発電所処理水の問題については、国際機関であり、まあ、国際機関もまあまあこれはもう放出、ゆっくりとしていく。はいうん、で世界中どこの原発だった この処理水は解放するわしでしこれについて、えー、まあもちろんですね現地の漁協としては、はい、いわゆる、えー、工学的な安全性よりもどうやって風評被害を広げないのか、はいえー、そういったところについての保証であったりまたは広報活動が必要になっていくんじゃないんでしょうか。うん ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだにすべての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます。週末もぜひチェックしてください。 あなただだと一緒にニュースを考える飯田浩司の ＯＫ！浩司アップコメンテーターの方々と７時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 まず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ109ドル28セント高い3万5000トび61ドル21セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は4.38ポイント上がって1万4358.02でした一方円相場は1ドル139円60銭付近で取引されております えー、昨日うはバンカメの決算内容が良かったということですが今日もアメリカの地方銀行の決算内容交換ということで、うん、8営業日続進はい、えー、ここのところの上昇アメリカの物価上昇率がちちょっとと落ち着いてきたと、はいえー、物価上昇がこれ以上続くようでしたらやはり再度の利上げしかも年内にもう2回利上げをするんじゃないかという予想強まっていたんですけれども。はい まず一般の商品の価格のインフレ率が23%、うん、ま,まで下がってきた、はい、で今まで一番高止まりしてた家賃もどうも頭打ちになってきたとお<ー>えいうことでこれはそんなに利上げ激しいのないんじゃないと 言うと安心感は広がりますねあこれそうするとねなんかアメリカいい具合に軟着陸しにかかってんのかなというそう願いたいんですそういいけれどもままだそこまでいいかない、うん、何よりもですね必ずこういう時って、えーえー、予想外のアクシデントが起きたりするんで、はいえー、まだまだ予断は許さないですけれども。 一方で、同時に日本円についても、非常に落ち着きを取り戻す値動きになってます、はいええ、なんか円ドル相場、一時期145円まで行って、うん、これが135円ぐらいまで戻って、うん、で今円60銭とはいこれ、一つ一つを日銀の上田総裁発言と結びつけて語る人がいますけれども、こんなね、はっきりとした理由で為替レートなんて動いてやしないんですよ。<laughs> 動いいてしなこれねなんかあの一頃はまあ来週が各国の中央銀行の政策決定会合ウィークだウィたクでそれを前になんかまた政策の変更があるんじゃないかとかいろんなこと言われてましたけどそうそうまた政策の変更があるんじゃないかってマスコミがいい政策の変更をしなかったっていうふうにマスコミが怒るっていうね。総総裁裁ももも何 政策変更を示唆するようなこと言ってないですけどとう,ん、うん、なんかね、うん、ちょっとこの上田総裁については、マチポンプ感強くなんかね、これ、私も気になって、見出しを見ると、うん、今度、なんかへ政策変更の。 観測とか書いてあって、うん、え誰が言ってんのっていうとなんか市場関係者はみたいなねそうそうあと日経のデスクが言ってるんですよね日経のデスクが一、うん、<laughs> 人も政策関係者登場しないじゃねえかと確かに、うん、そうですね実際に意思決定できる人が登場しない、うん、まあ意思決定できる人はそんな軽々しい発言しないですか でなぜかというと、ですねこれ、はいえー、金融、経済メディア、大変戸惑っています。というのも、ですね黒田総裁は、私はこの政策が正しいと信じていると、はい、論理的にこうなのだ、他の道はないっていうタイプのリーダー。そうでしたね、はい、一方で、えー、上田総裁は、はい、こういう可能性もあるし、こういう可能性もあるが、そうじゃないこともあるが、現状維持ですと。 えー、ういうように実はねやってること黒田さんとほとんど変わらないというよりもはい、まあある意味では黒田さんよりハト派の部分っていうのもハト派というのは金融緩和を維持しようという意図も強い人なんですけれどもコミュニケーションの取り方が真逆なんですああ、はい、とにかくうもう160キロストレート一本勝負みたいなところから入れて出して抜いて曲げて,って っっていうピッチャーに変わったので、はいえー、金融メディアの方が上田総裁の発言をおいまいちしっかり受け止められないんじゃないかと。おなるほどいきなりこう南党派のピッチャーになってあ<ー> 2>, 2番手ピッチャーでこう対応できてない。で例えば黒田総裁が、はいえー、例えば政策には他のオプションがあるなんて言ったら、はい、これは 本当に政策オプションを考えてるのかもしれないとおでも、現総裁の場合は、はい、とりあえず論理的にというか、すべ、えーえー、て可能性があることをいろいろ並べて、はい、うんっていうのもいろいろあるけど、その中だとうーんどれかなみたいなコミュニケーションの取り方をする。はい、で、えー、そうするといちいち例えばこんなこともあるよねって。 っていうところになんか一生懸命反応しちゃっ一つ。うんうん、そしてもう一つはこれはあのまあ金融に限らないメディアのよくないところなんですけれども何もお何か一つの明確な意思を持って金利を上げてほしいと思ってるんじゃなくて違うことやってほし,とてしいとああ黒田さんとは前任者とは。んとはその方がまあ言葉悪いんですけど面白い。 ああ、あの記事になるし。記事になるし。るしえー、燃える。<laughs> 燃える <laughs>。 これはですね、経済ではなくて政治の記者さんと話しているときに、なんでそんな選挙の話ばっか、要はすぐ解散か解散楽しいんだよねっていう、すごい、根源的な、やっぱね、心のどっかに政治記者は解散があってほしい。なんかそこでわくわくするみたいなところがあったりするんでしょうか。経済記者もですねやっぱり 今までと違う何かがあってほしいなってやっぱ思うこれはね、はい、一概には責められない <laughs> だけれども情報の受け手は、はい、だって、ええ、上田総裁就任前どうですかもう就任したら即利上げみたいな報道を平気でしてたんですよ。うんはい、そうでしたね、うんうん、一言もそんなこと言ってないよねと。 うんね、国会での、ねうん、聴取だったりとかっていうのも基本的に継続継続で言ってたはずです、うん、そうですそうです、でえー、その去年の夏ぐらいに日経新聞で、はいえー、書いた解説とかでもですねうん、うん、こういうオプションもあってこういうオプションもあるよっていう、まあ、要は事例の列挙とか理屈上経済学上あり得る選択肢の話しかしてないので。うんうんうん それを自分が政策として推薦してるって話してないんですよねんなんかそこら辺でね、えー、まあまあマスメディアというのの難しいところで、はい、でも 確かにね上田総裁は今まで通りです、えー、特に変更ございませんだと、はい、これね記事にならないし読者うんぬんの前にデスクにどやされるでしょお前<ー>何,何考えてんだとお前仕事してってことそう。なんかネタねえのかってことになるとうんだからね,ねあまり この上田総裁の政策変更、はいえー、近いとか大きいのがあるんじゃないかとは思わないでマーケットを眺めた方がいいと思いますね実際にねそれでこれだけ値動きが起こっちゃってるっていうのが、ね、<laughs> そうですね <laughs> <laughs> さあニュース7時またぎいい指示の頭取り上げるニュースこちらのニュースですマイナンバー問題で個人情報保護委員会デジタル庁に立ち入り検査え今後デジタル庁において、うん 個人情報保護委員会の求めに応じて適切に対応するものと承知をしております一日も早く国民の皆様の信頼を取り戻せるよう政府を挙げて一層取り組んでいきます 松野官房長官の昨日の会見の模様を聞いただきましたマイナンバーの抗金受取口座に別の人の口座が登録されるミスが確認された問題で政府の第三者機関である個人情報保護委員会は昨日デジタル庁の対策が不十分だった可能性があるとして立ち入り検査を実施しました、えー、もうずっとね、うんえー、この問題くすぶってくすぶり続けてという形ではいで、えー、これ だってこのマイナンバーの紐付けの登録って人間がやりますので絶対にミスは出ます、はい、で一つ重要なのがじゃあこれを紐付けないで毎回申請書類を書いてもらうタイプだったら、はい、こういう誤送金起きなかったんですかと<う>口座、うん、番号をミスった。はい ああ講座番号を半読を読ミスった、うん、えまあいろんなミスってのはどこの段階でもありうるんです、うん。でむしろ今後こういうミスというのを減らしていくためにマイナ,あマイナンバーと口座情報の紐付けが必要なんですよね、うん。一一一回1人1個例えばえ 私って例えば飯田靖之、何年、うん、何月何日生まれっていう人。はい、もしかしたらバッチリ同じ人いるかもしれないと。うってだった時に、今あ、はい、大抵まあ、あの例えばカードの紹介とかでも。お,お名前を。そうで,す、ね、で次生年月日お願いします。んうん、この二つで確認してるじゃないですか。はい、この組み合わせって意外と危ないんですよ。<ー>だからこそマイナンバーと。 名前と王になったらこれが被るってことはありえあの同じになる人ってのは絶対いないわけですああ個人個人にそれぞれ番号が振り分けられてますもんね、はい、だからこそこういうミス将来的にはなくなっていく、うん、じゃあどうやってこのようなミスを減らしていくかというかひもづけのミスに気づいていくかもちろんですね、はいえー、真摯に、えー、調査をするのも必要ですけれどもみんなで確認するっていうのがいいんです。うんうん、これ えーまあ、それこそ、ですねこの口座情報の紐付けをして間違えて振り込まれた人は届け出ていただいたらあげますよと差し上げます、間違えて振り込んだ分<ー>そして振り込まれなかった方はそれを申請していただければ、うんえー、謝罪のお金も載せてお支払いしますとやるとん、はい、自分の口座について。で これはです、ね、まああのものすごく有能な人が一生懸命調べたりコンピューターのシステムを組んで調べるよりも、はい、全員が自分の番号をと自分の紐付けについて、うん、1>, 1億2,000万人がみんなで調べたら、はい、一番正確に。うん なる一番が綺麗に型がつく、はい、だからこそこれもちろんね、えーまあ、デ,ジのデジタル庁のさまざまなシステムちょっとミス多いのは確かです、ええ、だけれども最初新しい制度って必ずミスがあってそれに気づくためには、はい、国が全部やってくださいではなくて自分自身が調べれば。 これで,、OK、ですよね口座情報とマイナーが結びついてるかどうか自分でちょっと調べるいやこんな銀行使ってないですようん、うん、それでいいわけです。でそしてもう一つ国はすごい大きなシステムを組んでまたそのシステムを外注してその外注先が下請けの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 ってやるぐらいだったらむしろ個人個人が自分についてチェックをしていくような誘導を張る、はい、インセンティブをつける。 こういった姿勢が重要なんでですよねうん、うん、でね間違いがあったら「あすいません間違えてました直します」っていう、うん、なんか行政ってものは間違いなんかないんだ君君が間違ってんだみたいなことをやられると<う>、ね、最初の頃このマイナンバーの問題もそうやって県もほろろにやられたっていうのが結構問題をこじれさせたんじゃないかっていう情報発信が非常に悪い。はいうん だからこの問題を悪化させたっていう側面はありますよね。でももうこれから先こういうこうシステムをどんどん使わ使っていくことになるってことは、うん、その政府全体のあるいは行政全体もちょっと考え方は変えなきゃいけないかもしれないですね。そうなんです。<laughs> でやはり行政全体を効率化していく今のままあやってたって、うんはい、おそらくマイナーよりもずっと もっと多くのミス出てたはずなんです。ただ、ああそのミスが全部現場対応をしていたと。はいえー でそののミスの数が集約されていなかった、うんね、保険証の不正利用とかもですねほとんどざるだったとやっちゃ絶対いけないですけれども、うんえー、学生の頃友達の保険証で病院にかかりましたなんて人もいるんじゃないんでしょうかょとそういったものを、まあ、このマイナンバー保険証というのも防ぐことができる、はい、そうやって行政って効率化されていくものなんですよね。うん <laughs> おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです秋田県知事国土交通省などを訪問し激甚災害指定要求へ 秋田県の佐竹知事は昨日の災害対策本部会議後今月26日水曜日に国土交通省や農林水産省総務省などを訪問する考えを明らかにしました大雨被害の復旧・復興に向けた支援とともに復旧にかかる費用を国が負担する激甚災害への指定を政府に求める考えを示しております 農業関係の被害面積が昨日の午前10時の時点でおよそ3000ヘクタールということでありましてまあ深刻な被害になっておりますすそうですねかなり広範囲にわたって冠水があったようで、はい、秋田市のどの地域か。私はあの ここ土地勘がないのでわからないんですけれども、はい、まあ3万2000世帯の住宅に被害が出たようだというところなので、まあ、まさにこれは激甚災害以外の何者でもないと思うので、まあ、その指定も時間の問題だと思うんですけれども。はい、これまあ,あの ま農,産えー、農業生産だけではなくて、うん、秋田はですね、はい、ここのところ、まあ、秋田といいますか秋田、山形の、うんえー、東北の日本海側は,、はい、はですねこの製造業の立地点つまり工場の国内回帰先としても注目されていたところなので、うん、そういった工業地域、えー、というのにどのような被害が及んでいるのか、うん、というのもちょっと知りたいですよね。うんうん まあね、これ、日本各地太平洋側は暑い日が続いておりましたけれども、うん、九州とそしてこの東北と、まあ、確かに2つとも、ね、結構、ここのところ工場が立つというニュースになるところですよ、ねですね、しかし、今年に限らずここ数年間、はい、やはりですね夏の豪雨の規模感というのがちょっと変わってきたところがあります。うん なので、えー、これまあ国土についてどう考えていくのか、はい、防災についてどういう備えをしていくのかというのがうちょっと10年前とは違う常識で考えないといけない、まあはい、1>, 1時間にこのぐらいの雨量だから、えーまあ、この排水量だったら冠水しないとかっていうのを綿密に、まあえー、国交省、はい、また国交局等 計算して作ってるんですただその想定がどうもここ10年で変化したぞっていうのも踏まえていかなければならないと思いますねうん、うん、確かにその排水能力という部分これを越してしま たがゆえに今回の秋田なんかは内水氾濫という言葉がよく出てきますけれども、まああのー、これだけ雨が降ると下水道に流して、うん、で海に流していく、はい、でその能力を超えてしまうと逆に逆流してきてしまうと、うん、マンホールから水が溢れるみたいな映像がよく出てきますけれども本来10年前の常識だったらば、はい、大丈夫なんですよでそれに足るだけの、はい、いわゆる排水設備っていうのを持っているんですけれども。 じゃあそれをその想定が変化したときにどうするのか、はい、もう1回排水能力の向上を目指す地域うんで人口はもう日本減ってきますう、はい、そうではなくてなるべくこのエリアは低層住宅建てないでねっていう方に誘導する地域。はい ちょっとこの都市計画というののアップデートを必要な時期に来てると思うんですね今までは、まあ、ある意味自由に住むところを選んでとか。うん できたけれども、まあ、その部分のこのなんというか仕組み作りって、うん、あの東日本大震災の後復興の計画で低い土地、特に海の近くはここはじゃあ人は住まないけれども商業エリアにしましょうとか決めたじゃないですか、はい、ああいう感覚になっていくわけですかね。まあ、そうですねで日本の場合は、ね、とはといえ、はい とはいえ住む人もいるみたいなのをやっぱ避けられないところがあるんですけれども、うん、一方で、えー、昔からヨーロッパははかななり厳密な土地利用規制を引きますす要でね、はい、ヨーロッパの都市の成り立ちっていうのはお城城壁に囲まれた、うん、お城があって、はい、その中でここは何のエリアここはどういう人が住むエリアっていうのを決めていかないと、うん、その、うん この壁に囲まれた中ででで土地割りできないんですよねあ城壁の中っていうかなり限られた土地をどう分けるかっていう話な,うですかうかなので,で例えば日本もお、はい、皆さんあの古いでっかい藩があったところは、はい、えですよね今野町両替町とかっていうのに高城町とかっていうのをちゃんと並んでますよね。おたんすん町とかね。 でえーまあ、あれもやっぱり地域がもうガチと決まっちゃってるから、はいあのこ,ここは何屋さんのエリアとかそういうところでここに道を通してとかここ掘りでとかっていうのがあるんですけれども、はい、この日本の特に近代以降あんまり考えないでも都市を作れた。はい さらに言うとスプロール化して成長していく中で、うん、まあ好きなところに住みにしゃいでまあ,ある意味持っっちゃってたんですよで一時的に人口でこれはね人口減少によって、うん、このインフラの整備をもうこれ以降しませんっていうエリア<ー>でそこから、えーまあ、強制移住はできないんですけれどもゆっくりと移住をしたりまたは、えー、住むエリアっていうのを まあ要は市街地っていうのをどう狭めていくかっていうのがこれから重要になってくると思いますえでは続いてのニュースこちらですアメリカ、ケリー大統領特使が中国の副主席と会談。 中国訪問中のアメリカのケリー大統領特使気候変動問題担当は昨日、えー、北京の人民大会堂で韓正国家副主席と会談し気候変動は普遍的な脅威であり外交問題とは切り離して扱うべきだと伝えましたその上で気候問題の解決には両国が一丸となって取り組む姿勢があると指摘しておりますとと 世界で 2>, <と>、えー、2大あんまり気候問題に対応しているとは思えない国同士が <laughs>、はい、会談をしていると実際ですね GDP あたりの、はい、CO2 排出量、えー、つまりは例えば1兆円の GDP を作るためにどのぐらい CO2 を排出するか、はい、まあ突出して高いつまりは、えー、たくさん CO2 を排出な中国ですよねう で、えー、主要先進国の中ではやっぱりアメリカなんですよ。はい、おお、まあありて言うと燃費の悪い二カ国ですそう燃費の悪い二カ国、うん、で、うん、正直ねもうちょっと真面目に二カ国で取り組まないと。はい。一方で、えー、やはりヨーロッパあそしてヨーロッパの 主要国よりもさらに日本はこのエネルギー効率いいんですよ。うん、よくあの日本でも CO2 対応をうんぬんって言うんですけれども、はい、ある意味、えー、日本の CO2 問題は、えー、もうバッキバッキに絞った後の人に大絞り率を落としてください,ってい。さらにですか。みたいなそうちょっとね日本またはあのまあ一部の西ヨーロッパ各国は。はい それ以上絞ると、まあ、例えばあのダイエットの例えでいうと病気になりますよっていうレベルまで絞り込んでるでそこな、しかもあのそこまで絞ってるとこれ以上体脂肪をつまり CO2 排出量を落とす余地も少ないんですよ。一方でじゃって言ったらまあ1に中国2にアメリカなんです。 でこの2か国が何とかしてくれないとなんですが、ええでえー、この2か国ともにちょっとね、えー、アメリカ現政権は前のめりですけれどもあ、はい、中国はこれ経済成長を犠牲にするぐらいだったら絶対やらないですよね。 でしかもその経済もちょっと変調きたしてますもんね。うんうんあのまあ、これは半分冗談半分本気で言うと中国の景気が悪いと貯、はい、物排出量がやっぱり減りますからね。うん、なるほど確かに工場を止めるとね青空が戻ってくるみたいな大規模イベントの時はそうですよね。 GDP の成長率を落として CO2 問題に世界で一番貢献しています。 <laughs> 逆説的な。いや、でも、この米中関係で見ると、このね、ケリー氏は外交問題とは切り離してみたいなことを言いますが、もうあのいろんな分野で角突きはしてますもんね。<はい S 1> そうただやっぱりですね、この環境問題もそうですし、あとは商品の取引についても、戦略物資じゃないもの、こういうところは別にね、あの、旧米ソほどの対立状態ではないので。 握れるところは握っていくうそういった対応も必要だと思いますねケリー氏はー気候変動は普遍的な脅威だと、うん、こういうこと、まあ、前日には李強首相や大きい政治局員らと相次いで会談をしているということであります。うん えー、この時間まあ激甚災害してえーとうとうというところ大雨に関するニュース都市計画そして、えー、アメリカケリー特使中国訪問というニュースを取り上げました続いて教えてニュースキーワードです東京5小選挙区の立候補予定者 次の衆議院選挙に向けて自民党は一時公明党と擁立を目指し両党が対立する要因となっていた東京28区を含む5つの小選挙区の立候補予定者を決定しました自民党は10増10減の対象となる15の都県134選挙区のうち公明党が擁立する選挙区を含む133で対応を決め決まっていないのは神奈川4区のみとなっております えー、東京28区は安藤高雄さんという方、はい、えー、まあ練馬区の一部ですよね。はい、で、えーうん、まあ練馬区まあ28区ということで、やはり公明党を まあ支持者も多い、はい、だから小選挙区での擁立をおということだったんですけれども、うん、まあここはあ自民党が押し切ったあというところがあると思います。はいえー、やはりですねそしてその一方でまだあ、まあ、ほぼ唯一決まっていない神奈川4区、うん、これはですね、えー、現在の支部長がですね、えーまあ、ずっと選挙にはい。いい いわゆる小選挙区では落選を続けてるんですね。でも、おまあ、ここのところ自民党、選挙強いので比例枠たくさん持ってると、あと他の人は大体小選挙区で取っちゃってる。はい、なので、えーまあ、今まで正確な数字忘れましたけれども、4回いないしは5回連続う比例復活での当選と。 えー、小選挙区で3位で当選っていう状態ですので、うん、ちょっとそれはいかがなものかと。うん、おでやはりいい政治家もちろん比例も重要なんですけど、はい、ちゃんと選挙区で支持されているからこそ議員の資格を得ているんだと。ええということで、えー、神奈川4区については、うん、まあ重複履行しない、うん ならばあ今回も小選挙区で押そう<ー>ということなので、はいえー、これはあの現職山本氏はかなり厳しい,、はい、い,い情勢だと思います、うん、これまでその選挙区で勝ったことがない、えー、という状態ですから。えーうーん まあ立憲民主党の候補もいるしそして、まあ、あ前回、無所属で立候補しましたが佐尾慶一郎さんもね,ねえここがちょうど神奈川4区選挙区であるということを考えると、うん <laughs> まあ、でも、このぐらいこう、ねえー、比例復活続けてる人に関しては,っていうのは、まあ、厳しくう県連によって方針違いますけれども、はい、小選挙区で2回続けて落ちたら復活していたとしても支部長は譲 ということがケースが比較的多ただ、まあ、それはですね2回続けて選挙区で負けるのであればちょっと厳しいとで3回続けて敗れるようであれば、うん、これはちょっとその選挙区では例えば相手候補者が強すぎるとか、はい、またはその自民党の候補者にちょっとその地元への浸透が足りないということで交代しよう ええー、ということになるのかなと。あとはね、えーはい、東京ハ区<九>杉並ですね。はい、ええー、こちらだとね、えー、霞が関のアルファツイッタラーと呼ばれる、はい、ええー、霞が関のまああの若手の女性官僚として、はい、まあ最も有名だった加藤弘子、はいえー、さんがですね。えー 出馬で結構昨日はねツイッターがみんなもう盛り上がってたもう政党関係なく「うおー出るんかい!」みたいな。 <laughs> えー、形で盛り上がっていたんですけれども門弘子さん、経済産業省そうで,す、ねでえー、防衛関連の、はいおまあ、部署に出向されてたこともあるうん、うん、その政策に期待していいきたいですよねあの経済安全保障の、ねえー、関連の、はいまあ、あそこで、まあ、海外の国とのやり取りであるとかも含めて非常に汗をかいていた人だったとい、ね、うだからこそ経済安全保障 現場も分かった上で、はい、しっかりと日本の、まあ、安全保障についてコミットしてくれる人としてねどういう政策を出すのかっていうのをこれから見ていく必要があると思います。う えー、ということでね、まあ、かなりいい東京も決まってきた、こうなってくると、うん、あじゃあいつ解散みたいなね、<laughs> またそういう話を。そうで、すよね,ね、えー、<laughs> で東京の話ばっかりしましたが、大阪はもっと暑いというか、厳しいことになってますね。はい、公明党の候補のところに維新も立てるぞ維新が当ててくるっていう状態になっている。そうすするとですね、はい 単純に言うと自民党の支持者の中でその自民党政権を支えようって思っている方はもちろんあの自民が推薦する公明の候補に入れるその一方でえまあ政治観念とかえそういった部分でえ投票先を選びたいという人がもしかしたら公明より維新にってなるとうん厳しいところですよね、うん。 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ6月の訪日客207万人上半期1000万人突破政府観光局が昨日発表した推計によりますと先月6月の外国からの訪日客は207万3300人でした200万人を超えるのはコロナ禍前の2020年1月以来となります また今年1月から6月の累計は1000飛び71万2000人で上半期の1000万人突破は2019年以来となりました。データで見るともうコロナからね脱却みたいになってますが、うん、まあただですねこれでもう2019年の6割なのでやっぱり4割減ってるんですよね。なるほど。でその大きな要因が。 中国、はい、中華人民共和国からの渡航客が約8割減っているというところがあってその一方でですね、はい、アメリカからは3割増とうんこれはあの新幹線の駅に行くと感じませんかかつては外国人 の数そんなに多くなないいっってイメージだったと思いますなぜかっていうと、ね、中国韓国、うんま、台湾の方は、ま、そこまではっきり見た目でわからないので、はい、時々ね服装とかであってわか、はい、ああなるほどみたいなとこありますけれども一方であの今、ま、白人っていう言い方もなんですがいわゆる西洋人だなっていう人を新幹線のホームやそして まあえー、社内ですごく、うん、頻繁に見かけるようになったこれはやっぱりですね、えー、アメリカから3割増えてて、はいえー、オーストラリアからいやカナダも2割ぐらい増えているうんその影響やっぱ大きいと思いますね。うんまあこれねこういうデータが出てで派生の記事ではオーバーツーリズムの懸念みたいなことがまあ書かれておりますけれどもね。うん、まあそりゃそうなんですよ。うん、だっってて観光って、はい その観光業者以外にとってはあそれはいいいこと何もないですよ <laughs> まあ混雑する混雑するだけなんです、はい、だけれどもどうやってその地域にその観光を通じて、えーまあ、お金を入れていくか、うんまあ、外貨獲得っていうとなんか国単位みたいですけれども、はい、地域にとっての外貨獲得手段として観光っていうのは極めて重要だと。うん、確かに 観光業者じゃない一個人にとってはそれはねうん、うん、迷惑ですよなんですけれどもそういうビジネスなんだ っていうまた、そうやって地域に資金を還流させて、えー、外貨を獲得していくから地域の経済もあるんだっていう視点も持たなきゃいけないと思うんですよね、まあ、このねサービス業、宿泊業等々っていうところはコロナで相当傷んだ業種でもありますその回復が急がれるところなんですけれどもやはり、この4割減、はい、どう対応していくか。 えー、これは中国自民共和国の方がですね、はいえー、団体旅行の解禁を進めない限ぎり、まあ、元には戻らないそういった中で今業者としては、はい、いつ中国が団体旅行復活させてくれるんだと日本へのっていうところがあ頼みの綱になっていますがその団体旅行組も コロナ前とはまたた違った好みつまり初めての海外だ日本に来て何でも買いたい何でもうしいまあ正直ね観光客向けの到底日本人は行かないであろう店でも楽しめるこの寿司はもったくりではないかという値段でも買ってくれるっていうお客さんは はい、正直だんだんと減っていく。えー、正直、そんなビジネスやってたら、これからの観光戦略、観光業界で生き残っていけないと思います。これからどうやって旅慣れた？うん、えまあ大人のって言ったら変ですけれども。えー、まあ海外旅行初めてじゃないよ。っていうお客が納得の観光を楽しんでもらえるか？はい その意味で今アメリカまたはカナダからの家族連れ客といいうのが増えてきてきる彼らはですねアメリカ国内だけではなくいろろんなところ旅行行ってます、はい、そのお客さんたちが楽しい面白いそして値段面で納得できるっていうものを提供していくことが ひいては、まあ、将来的に復活するであろう大陸中国からの団体客アップデートされた団体客へのビジネスという意味でも いい準備になるんじゃないんですかねうん,うん。今人手不足が言われている中でこのね観光業に関しても成手が不足していてっていうことが言われますよね、うん、これもうしょうがないですよね、うん、どうやって省力化できるところをしていくかえともう一つは、はい 高く取りましょうと<ー>つまりはあこの人手不足に人を買い負けない、はいえー、だけの給料をたかあ払えるような観光業にしていかなければいけない、うんえー、実際、まあ、私あの海の方が好きですけれども、はいえー、沖縄本島といい離島部といいですね、うん、ホテルの値段がまあ体感として 10年前に比べて3倍から4倍3まあ4倍は嘘だな、うん、え3倍近くになってるイメージですえって思います <laughs> まあ実際にはね全ての割引が効かなくなってるっていうだけだったりするんですけ<ー>なるほど正規の値段は今までも,ったも今までも高かったらしいんですけどうう、ねはい、一切割引しなくなってるえしっかりとね料金を取れるようにしていく、はい、え必要あるんじゃないでしょうかう えー、スクープアップ6月の訪日客数のお話そしてまあ今後の日本の観光業というところをあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。のップ 東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください